お疲れ様でございます。それでは30週目の見通し、こちらの方をテクニカルの方じゃなくてね、材料の方からお話していこうと思います。失礼しました。材料の方ですね。えー、まず、いつもの通り大枠を知る上では、この経済指標カレンダーを見ていくことになります。えー、今回、第30週目ってのは、7月の22日から26日までの5日間で、結構利益が取りやすい1週間になるんじゃないかなと思います。えー、懸念材料としては、あの、例のね、 アメリカ大統領選の影響がすでに出るのかどうかってことですね。このままだとトランプ新大統領が第2期ということでね、始まることになりそうですが、そうなるとね、多分ね、このドル高円安の流れは逆回転していくんじゃないかなというふうに見通せます。それが前倒しの効果を出すとしたら、私たちはもうすでにですね、円高の方向に舵を切るっていう そういった覚悟もしなければなりませんつまり戦略としては倍一辺倒だったここ数年間の流れが変わってですね今度はセル一辺倒になっていくってことですだいたいそうですねドル円で125円とか130円まではセル一辺倒になるんではなかろうかというふうに大枠は予想しますねはいえそれではそのことをちょっとね頭の片隅に入れておいた状態で7月22日からちょっと測っていきましょう 月曜日はほとんど材料がありませんので、これ、えー、29週目の、ね、金曜日を引き継ぐ形でスタートすると思います、えー。ですんでね、この月曜日からこういった形の時は仕掛けていけると思いますね。で、そのまま火曜日に入ります。火曜日は深夜23時まで大した材料がありません。そして23時もそんなに大きな材料には思えませんのでね、月、火、水と、これが一塊になるのかなと思います。で、水曜日になっても、 日米でね、大した材料が入んないんですよね。で、深夜になってきますと、さすがに、アメリカからね、住宅件数が出ますんで、まあ、ここまででしょうかね。はい。月火、水は同じマーケットで、私たちはトレードすることができるんじゃないかなと思いますので、チャンス目白押しという風な形で月、月火、水のうちにね、えー、利益をしっかりと確保していきたいなっていうところでございます。で、木曜日は、新しいマーケットが始まりまして、 午前中は多少の調整が必要ですけども、そのまんま木曜日は単体で、えー、エントリーできるんじゃないかなと思います、えー。深夜になりますと21時30分からちょっと大きめの、ね、GDP の速報値が出ますので、ここでまた一つ大きく触れると思います。ですので木曜日は単体でマーケットが存在するというふうに考えた方がいいでしょう、えー。さらに金曜日なんですけども、こちらの方も深夜には大きな材料が出ますけども、日中はね、波風穏やかですんで、金曜日もまあ取れなくはないかなと。難易度としては低めの金曜日になると思います。 えー、ということで月火水という,う3日間のマーケットとあと木曜単体金曜単体とありますけども木曜日も金曜日もねそれぞれ判断が早ければきっちりと取れていけると思いますのでしっかりと稼げる第30週になると思います。それでは